実行委員会などによりますと、大会のプロデューサーを務める奥野昭仁氏は、先月17日の市民ボランティアおよそ20人への講習会で資料を配布。この中で、日本人は礼儀正しく、規律があると認められていて、その起源は武士道などと、日本人のルーツや特徴などについて持論を述べ、外国人差別と受け取られかねない説明をしたということです。 批判を受け、実行委員会は、本人が発信した内容や状況について確認した上で、改めて報告いたしますとコメントを発表。一方、奥野氏も自身の SNS で、内部講習の資料に偏った内容を掲載し、それが大道芸ワールドカップそのものの思考であるかのように紹介したのは、私の完全な間違いだったと謝罪しています。 大道芸ワールドカップは来月4日から6日にかけて3年ぶりの開催が決まっています。